はい、こんにちは。チャンネルせっかちでございます。お久しぶりでございます。ですね、お知らせがございます。長くね、ちょっとね、このチャンネルお休みというか、突如、こう、プツッと更新が途切れてたと思うんですけど、再開したいと思います。おめでとうございます。おめでとうございますなのかわかんないですけど、ちょっと、いろいろあって止めてたんですけど、ちょっとずつね、また動かしていきたいなと思っております。まあ、毎週投稿ではない、泊まる以前は、毎週日曜日に、の7時に、合わせて投稿してたんですけど、まあ、隔週かな？日曜日の隔週ぐらいのペースで多分、更新をしていくと思いますので、またよかったらね、見てやっていただきたいと思っております。引き続きね、チャンネル登録解除、しないでいてくれた方も本当にありがとうございます。でですね、まあ、内容も変わらず、石川や金沢のね、いいところについて、発信をしていきたいと思います。まあ、まだちょっと詳しくは言えないですけど、夏頃にちょっと、面白いことも、こう、始めていけそうなの、チャンネルせっかちに、まあ、ちょっと関わるかなっていうところで、ちょっと面白いことも、できそうなところもあって、このタイミングでまた再開しようかなという感じでございますので、よろしくお願いします。で、一つちょっと言っておきたいのがですね、これの次に上がる動画が、うたつやま、5月21日に行われた、うたつやま相撲場という、うたつやまの上にある、こう、相撲場でやってた、全国相撲大会、金沢大会みたいな、やつが、みたいなっていうか、やつがあるんですね。それの模様をアップして、この動画の次に、ね、の週ぐらいかなに、アップをしていきたいと思ってるんですけど、その次の動画から、ちょっとこう、溜め込んでた動画をね、ちょっと消化したいな、というところがあって、まあ、冬に溜め込んでた、そのスキー場のレポだったりとかっていうのをちょっと上げていきたいな、と思ってるんです。でもこれ、ちゃんと動画で言っとかないと、なんか、いきなり冬の動画から始まるみたいなことになっちゃうと、なんか、うまくないかなとかっていうのもちょっとあったりしたので、そんな感じでお知らせしとこうという次第でございます。なので、最初は最新の動画が上がって、あとはちょっと溜め込んだ動画もちょこちょこ出していこうと思うので、お付き合いいただければと思っております。そんなわけで、以上でございます。また次の動画から、マイペースではありますが、よろしくお願いいたします。さよなら。